はい、皆さんこんにちは。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速、はい、参りましょうか。参りましょう。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いいっすね。はい、2014年1月6日月曜日お昼のイバケル TV ステーションのお時間です。この時間もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそしてテレビの前の皆さん、はい、明けましておめでとうございます。いやいいですね。来てますね。みんなあったか。元気が本当にいいですね。はい、まずはね、会場の皆さん、はい、すごいあったかく接していただいたので、はいはいはい、私たちの自己紹介から、はいはい、参りたいと思います。はい、じゃあ花ちゃん。はい、いわきら TV レポーター兼サブ MC の尾峰花子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花ちゃんです。実はまだいわきら入って4日目です。はい、アナウンサー始めて4日目でいきなりこんな舞台に立たされております。はい、はい、あ、花ちゃん、はい、去年はどんな1年でした？はい、いろんな人に出会った1年でしたね。私梅大使をやっていたので。そう、元梅大使なんですよ。はい、それでたくさんの人に出会わせていただきましたし、うん、こういうね仕事にもつきましたので。はい、出会いがいっぱいだったと思います。なるほど。今年はどんな1年に？さらに飛躍の1年で。さらに飛躍、はい、ありきたりな言葉。はい、さあそしてジュジュです。ハエバレー、皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんあったかい。あったかい。皆さんあったかい。あったかい。皆さんあったかい。はい、イバキラ TV ステーションアナウンサーのゆうせいジュジュと申します。ジュジュジューって覚えてくださいね。いやいや来てますよ、来てますよ。波が波が波が。ということで、これでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあそして花形幸子です。はい、はい、いわきら TV アナウンサーの大沢幸子と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ幸ちゃん、去年はどんな1年でした？はい、去年はですね、いわきら TV に4月から私入りまして、初めてのアナウンサーというお仕事に就かせていただいて、はい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 、本当にいろいろと勉強させていただいた1年でした。はい、うん、はい、今年はどんな1年に？今年はですね、そうですね、さらに、まあ、いろんな技を磨きながら皆さんも一緒になって楽しんでもらえるような、さらに上のアナウンサーを目指していきたいと思います。はい、はい、いきなり好感度を上げにかかるという。皆さんぜひ見てください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそして、はい、そして、はい、イバキラ TV の総合演出、中井です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、まあね、去年はもう僕、去年からね、いわきら TV、関わらせていただきまして、まあ、いろいろ、いろんなことやってまいりました。いろんなことやって全部失敗に終わったので、今年は、今年こそは、今年こそはもういろいろ、いわきら TV としてね、皆さんのご要望、はい、いろいろ考えながら、みんなに愛される番組にできたらな、プラス、はい、早く、いち早く MC を降りたいなと。任せたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあまあまあ言うてもですよ、はい、はい、皆さんあったかいですけれども、はい、このままダラダラと続けてたら多分暴動が起きます。本当ですよ。はい、行きましょう。お前らじゃねえんだっていう目がちらほらちらほら、はい、ちらほらや、あわらわら始めましたんで、今日は2階席とかもな、はい、2階席の皆さんも元気ですか？元気ですか？あ、いいですね、大人な元気さ。はい、じゃあまあね、はい、早速ですが、お呼びしちゃいましょうか。はい、あの方々を、はいはいはい、はい、いらっしゃるということでお呼びしましょう。大人気テレビアニメガールズ&パンツァーの秋山ゆかり役でおなじみ、声優の中上郁美さん、そして同じく五十鈴花役でおなじみの尾崎真美さんです。よろしくお願いします。どうぞ。よろしくお願いします。なんかね、僕たちが出てきた時と拍手の質が違う、やっぱり。そうなんじゃあこちらにも今の拍手をぜひ。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、今回、はい、まあね、ガルパンから来て、はい、わざわざ来ていただきましたけれども、はい、はい、イバキラ、うん、普段から見ていただいたりとかしてます？
何回か見ました毎回は声ならみたいよね、うん、はい、まあ、茨城の、ね、魅力を発信するっていう番組なので、まあ、お二人ね、お笑いに関しては、はい、まあまあ僕とかよりももしかしたら詳しいかもしれない、まあ、そうですよね、まあ、お笑いですからね、はい、でも今日はね、お笑い以外の土地のね、魅力だったりだとかもね、いろいろお二人にお話しつつですね、まあ、皆さんが望んでることですよ、お二人の素顔だったりだとかも、はい、若干、まあ、ガルパンだけではなく、じゃあ中上さん、そして尾崎さんはどんな人なんだろうみたいなね、なるほど、会話をねできたらいいなと思いますので、知りたいですよね、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれではね、もう何なんで早速いきましょうか。はい、はい、元気にいばきら TV ステーション行ってみて。改めまして、はいはい、本日のゲスト、中上郁美さん、尾崎真美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら、2階からも、ね、上もファンの方がたくさん。そうですよ。で、なんとですね、はい、今回、いばきら TV で、はい、お二人をゲストに招いて、はい、やるぞって言ったら、はい、お笑い町のガルパンファンの、はい、ファンじゃないな、ガルパン青年会の方々からこんなものが届きます。パネルが来ちゃった。そうなんですよね、来ちゃいましたね。お笑いの街中にも飾ってあるんですよ。そうなんですよ、街中にあるやつにはサインがしてあるんで、ね、あの商店街の各お店に看板娘みたいな感じでいろんなキャラクターが、はい、お店に行くと会えるんですよね。そうですね、いろんなキャラに、ほぼ全キャラ、全キャラ、ほぼ全キャラ、全キャラいますよね。はい、お、で、まあ正直言いますと、うん、僕やっぱ実はガルパンの中だったら花ファンなんです。ちょっと待ってください。やった。まあ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 落ち着けよ。実はね、まあ落ち着けよ。なんだ余裕だな。実はね、あのおしとやかな、はいはい、感じがすごい好きで、で尾崎さん自身も、はい、僕なんか実はお会いするの2回目なんですよね。そうですよね。はい、あんこう祭りの時に皆さんにねインタビューさせていただいて、はい、はい、あの記事まとめるって言いながら未だまとめきれていないんで。お願いしますよ。はい、早急にまとめさせていただきたいなと思いますけれども、はい、ところにね、お会いした時の本当に第一印象が、はい、花さんだなって感じで、あら、まあ、もう私も思いました。花さんだな。そう、でもガルパンのキャラクターって割と皆さん、やってらっしゃる声優さんとダブることが多いですね。ご本人とほら、うなずいてる。そうなんですね。やっぱそうなんですね。うん、そうですね。そうですね、なんか、うん、にだんだん似てくるのか、もともと似てるのかわからないんですけど、はい、あ、そっか、そうだ、インタビューの時に、はい、淵上さんか、うん、おっしゃってましたね。そう、あのキャラが寄ってきてくれたのか、自分が寄ったのか、気づいたら一緒だった。そうですね、一緒、一緒、いや、まあ、一緒というか、まあ、ごめんなさい、はい、まあね、似てきたっていうか、はい、はい、まあ、え、中上さんはどうですか。私はなんかもうよく秋山殿って呼ばれちゃうぐらいになっちゃってますね。中上だよみたいなね。なるほどね。なぜかもう混同されるぐらい似てるそうです、はい、でも若干パネルと並ぶともう雰囲気ももうそっくりになってきた感じ、なんか元気な感じのイメージが似てますよね、はい、そうですか。いつも髪型もね、今日ちょっと2つだけど、いつもはちょっとこの髪型をこう目指してもらってメイクさんに。なるほど。今日はちょっと変えてみた感じ。今日はちょっとコアラヘアって私は出してたんですけど、楽屋でコアラコアラって美しい感じで、はい、まあまあ、あの聞きたいことはねいっぱいあるんですけれども、ね、まあ、はい、今日はちょっと、まあ、トークのテーマを決めて、テーマ、はい、一緒にお話しさせていただけたらなと思います。まあ、公開収録っていうのもあるのでね、まあ、皆さんもね、そのガルパンファンではありますけれども、はい、尾崎さん、中上さんの素顔、はい、これ気になるところだと思いますので、はい、まずこんなタイトル、テーマ用意してみました。はい、ドン、メロ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 。ないよね、メロンってこんなに会場が盛り上がるじゃないの。皆さん、あったかい、
メロンでございます。メロンでございます。メロンでございます。メロンというのは中上さんでございます、ね。まあ、ちょっと若干違うんですけどね。まあまあまあ、中上さん、はい、とあるものを大好きで、はい、かつご自身でも作られると。はい、作りますね、うん。メロンパンなんですよね。そうなんです。まさかのあのそうなんですよ。プロフィールにメロンパンをめでることが趣味って書いてあるぐらいメロンパンが好きです。すごいよね。そのメロンパンに なんでメロンパンなんですか、うん、他のクリームパンとかじゃなくて、うんうん、そこにメロンパンがあるからですそこにメロンパンがあるから、はい、いや私のようなそうでももともとあまりパンは好きじゃなくてえそうなんですかそうなんだご飯派なんですどちらかといえばご飯派なんですけど朝もご飯派ご飯派ですでもメロンパンが好きなんですねメロンパンなんか私もだからむしろメロンパン嫌いだったんですよねえ高校生ぐらいまではメロンパンは嫌いでしたなそうなんですか何がきっかけでなんかすっごい安いメロンパンを妹がなんか2個で80円とかのやつを妹が買ってきた時にすごい久しぶりにメロンパン見たと思って、はい、食べたらハマっちゃったんですよねなんか美味しかったんだすごい美味しかったの2個で80円だったのに美味しかったんだでそれあの実はすごいいいやつだったとかじゃないですかあの中にクリームが入ってみたいないやいやいや私はだから何も入ってない何も入ってないこれ長くなりますよあいいですかちょっとあと1時間ぐらいいただいて中に何も入ってないメロンパン入ってないのが好きなんですいやだって中にメロンパンの中にクリームが入ってるからこそ中はあ外は目が怖いぞでも中にクリームが入ってるメロンパンってあんまりないですよねいや最近すごくいっぱいあります。でも私はメロンクリームは実はあんまりメロン味のものがあまり好きではなくて。ああなるほど。でメロンパンってさメロン入れるの？入れない。あ何が入ってるの？レモン果汁だよ。レモン果汁じゃないんですね。いやな最近。よくあるなんかちょっと高級なパン屋さんとかで売ってるのとか、まあ、最近袋に入ってるパンとかでもメロン果汁入りのは結構ありますけど、うんうんはい、昔ながらのやつはレモン果汁あそうなんだ若干ちょっと固めで外がさっくりしてて、はいはい、砂糖が上にザラメが乗ってて、ザラメが乗ってるようなのっていうのは、はい、実はレモン果汁なんですそれレモンパンじゃないの、ね、形なんだよごめんなさいごめんなさい形がね形がメロンみたいそうかそうなんですよなんかもうほら昔ってメロンはやっぱ高くて今もまあそんな安いものではないと思いますけど、うん、今だいぶ安くなってきたとは言っても、はい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 、昔はなかなか子供にメロンを食べさせてやれないっていう、うん、そういうお母さん母心で、ね、作ったパン心でね、じゃあメロンパンの中にはいろんな愛情が詰まっているとそうなんですよで、あれなんですよね、はい、中上さんのプロフィールとかなんかこう記事を読ませていただいて、はい、なんかメロンパンをトーストにで焼いて食べるのが一番美味しいみたいな、うん、そうなんですてか、そのまま食べてももちろんメロンパン美味しいんですが、まあ、全然味が変わるんですよね、どんな感じで変わるんですかやったことある人います？トーストで焼いたことある方ないのかぜひ帰ったら今日どっかでメロンパン買っていって半分そのまま食べていただいて半分はトーストしていただくと分かると思うんですけどイオンモールのメロンパンが買い占められる ね今思ったんですけど、はい、多分会場の皆さんどうなのかなクリームが入ってるメロンパンと、クリームが入ってないメロンパン多分僕クリームが入ってる方が好きな人多いと思うんですけど、うん、ちょっと聞いてみてもいいですかいいですよちょっとどっちが多いと思いますそりゃ皆さん入ってないようですよね。2階席の皆さんもちょっと挙手してくださいね。皆さん正直でいいですか、ね。正直でいいですよ。はい。クリームが目線置くとこ。クリームが入ってるメロンパンの方が美味しいだろうって思う人挙手。あら少ないですね。えじゃあ逆に、うん、クリームが入ってない方が美味しいだろうっていう人挙手。おお。なんか多分私の目に殺された人たちが絶対言わされたっしょいや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 私見つめてただけなんでめっちゃ怖い目でしたやん目つめてただけなるほどいやでもねこれを機になんですけど、はい、実はなんかこうメロン、うんうんまあ、メロンパンじゃなくメロンにしたのは、うんうんまあ、ご存知かどうか分かんないですけど日本でメロンの生産量、うん、一番多いのってここ茨城なんですそうなんですよ聞いてますよさすが
聞いてますよ。本当意外でしたね。そう、それ意外じゃん。でも最初はそれを聞いた時は、え、北海道じゃないのって思いました。そう、夕張メロンとかが有名じゃないですか。そう、ね、あの、このテレビを見てる皆さんにも、まあ、あと、あ、今日、茨城から来たよっていう方いらっしゃいます？はい。お、やっぱり多いですね。それ以外から来たよっていう方いらっしゃいます？わー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひね、茨城から来た、あの、1回から来て皆さんは、覚えて帰ってください。そうですね、ぜひぜひ。茨城のメロンは日本一なんですよ。生産量日本一なんですね。生産量日本一なんでね。はい、はい、あの、それをいろんな人に広めてもらいたいな、うん、じゃあ私もこれからはいろいろ書くようにします。メロンパンとともにメロン、メロンはメロンも目で、メロンは茨城って、メロンは茨城なんで、これを機に中上さんにもね、メロンパンだけじゃなく、はい、メロンも大好きですよ。メロン味になっちゃってるやつがダメなだけで。ああ、なるほど、でもそれちょっと分かる。加工してあるものが、なんかよく歯磨き粉とかで、いちご味、メロン味、ありますね、バナナ味とかあるじゃないですか、子供用の、あれのメロン味がすごく苦手なんですよ。なるほどなんでメロンは大好きです。なるほど、はい、まあ、じゃあこうね、メロンパン、はい、うちらもね、あの、茨城でもメロンパンを普及していきますので、はい、じゃあ私の方でもメロンを、メロンを、はい、こういう同盟を結ぶということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで公開収録前半見ていただきましたけれども、はい、はい、皆さん改めまして、明けましておめでとうございます。はい、ということで、はい、まあ、前半ね、はい、面白く、はい、中上さんのね、盛り上がってますね。メロントーク、はい、まあね、あの後ね、はい、作ってみたんですよ。オーブンで、まあ、作ってみたんですよ、うん、温めてみたんですね、そしたら、はい、まあ、美味しいこと、美味しいこと、いいですね。中上さんが言ってる意味が分かった、うん、あの、クリームがトロトロになっちゃうからっていう、うん、だからクリームが入ってない派っていうのも分かった、うん、分かって、あの、うん、上のね、このザラメが程よく溶けて、うん、あの、コーティングされるわけですよ。おー、で、本当外はサクサク、中はふっくら、へー、美味しそう。え、でもそこにさ、もう一回ダメですか、クリーム戻しちゃクリーム戻しちゃ、ね、いや、でもそれもそれでいいかもしれないですけど、ね、あ、でもね、なんか、あの、メロンパンって、その中上さんがおっしゃってたじゃないですか、歴史、うん、的なね、はい、まあ、そのメロンを食べ、あ、が高級だった時代に、あの、子供たちが喜ぶために、本当にそれはね、なんかそうなんだなって思いました、ね、なんか僕ら教えられちゃいましたね。さすがマイク、惜しかったですよ。メロンパンってちょっと不健だな深い、ね、深い、ね、あれでしょ、メロンパン作るんでしょ。作ります。ま、昔ですけどすごい得意です。怪しげ。得意です。絶対得意じゃない。はい、でもメロンパンすごく好きで、あの、裏でも中上さんとちょっとメロンパントークを繰り広げさせてもらいました。お、はい、やっぱり私もクリームない派なので、クリームなしがいいですよねって言って、はい、なるほどね、はい、あれなんですよね、はい、茨城で有名な、うん、アルハなんですけど、アルハですか、ポコタンに究極のメロンパンっていう有名な美味しい、究極のメロンパンっていう、すっごく美味しいメロンパン、アルティメットメロンパン、え、美味しいさあるんですよ。すごいかっこいい。本当に、あの、クリームもメロンクリームなんですね。メロンが入ったクリームなので、もう全体的にもうメロンの風味たっぷりで食べられるんですよ。メロンしてる、メロンメロンしてるメロンパンです。え、でもそれは何でしょう、甘、甘い、ね、そのメロン果汁で甘いんです。メロン果汁がすごくいっぱい入ってますね、はい、なるほど、うん、でも確かに昔はね、そのこの晴れの日にっていうやつが、もう今は普通に食べられるようになったから、さらにこう本当のメロンを生かしてっていう風になってるってことですね、メロンパンとね。そうですね、極めてるから究極なんです、うん、まあね、はい、まあ、でもそこまでさ、あの、今メロン、まあ、茨城ね、メロン1位ですけど、はい、まあ、そこまでメロン、昔に比べたらそこまで高級でも、あの、庶民でも食べれるようになったから、はい、まあ、もうこっからは、ね、なんかそのメロン、メロン味をちょっと追求するのもあれ、ね、いいなのかもしれない。そうですね、って言ってたら絶対中上さんに怒られる、うん、そうメロン味じゃないよ、あんたまだ分かってないよみたいな、あれだけ言ったらやめろって話になっちゃいますので、確かに、はい、はい、まあ、そんなこんなで、まあ、まだまだ後半戦ね、はい、続きますし、明日にはそうですね、あの大きい茨城湖検定、はい、そうですね、の様子もお伝えできたらなと思いますので、はいはい、さあ、そして、はい、お正月の様子をお二人がリポートしてきたということで、そうなんですね、まずはどっちからいきましょうか、はい、
私の方で、はい、大洗に行ってきました。大洗に、はい、大洗に、大洗の磯崎神社と、うん、アクアワールド水族館に行ってきました。あー、いいですね。え、なんかその初詣でした？初詣してきましたね。すごい列で、うん、あと甘酒とかもいただいたりして、うん、はい、それからやっぱりあれですよ、ガルパンの巨大、うんうん、エマが、おお、そんなのがあるのね。はい、大丈夫、甘酒で満足できた？もっと強いのか言ってたね。お酒足りないみたいな。大丈夫です、大丈夫だった。甘酒好きなのちょっと嬉しかったです。楽しみです。見ましょう。はい、はいはい、VTR どうぞ。はい、私は今こちら大洗磯崎神社に来ています。早速行ってみたいと思います。この日は三が日ということもあり、県内外を問わずたくさんの人が訪れていた大洗磯崎神社。境内にはいろんな出店がずらり。また来場者には甘酒が振る舞われたりと、とっても賑やかな雰囲気でした。昨年に比べて参拝者の数も増え、ますます活気づいてきているそうです。今年1年のお願い事をする初詣、すごい列ですね。みんな何をお願いするんでしょうか。もちろん私もお願い事をしてきましたよ。はい、みんなの健康と岩木の繁栄をお祈りしておきました。大洗磯崎神社の境内には数多くの絵馬が奉納されています。今年はこの絵馬の他にみんなの注目を集めるこんな絵馬も。大洗が舞台のアニメガールズ&パンツァーのキャラクターが描かれたこの巨大な絵馬、いやー大きいです。すごいですね、こんなに大きいです。昨年はどんな1年でしたか？ですね、自分でいろいろ成長しようと思ったけど結局何も変わらずに1年終わりました。9年ちょっと留学に行ってたんですけど、すごい濃い1年が過ごせたので今年はそれ以上目指したいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと忙しい1年だったので今年はもっと楽しみたいな。ゼミとか勉強が忙しかったので、より一層もう来年就活になっちゃうので真面目に勉強しようかなと。私は今アクアワールド大洗水族館に来ています。今日はお正月ならではのイベントがあるということなので行ってみたいと思います。続いてやってきたのはアクアワールド茨城県大洗水族館。アクアワールドで行く年来る年というイベントでは、開運スタンプラリーやアシカの書き初め展示など新春を彩る催しが満載です。入り口もすでにお正月っぽいんですが、入ってすぐのところに江戸水槽というものがあるので行ってみたいと思います。江戸水槽には今年の江戸の馬にちなんだこんな生き物が。このタツノオトシゴの名前はポットベリーシーホース、直訳すると太鼓腹の海の馬という意味。顔がお馬さんそっくり、そして口を大きく開けた顔が馬そっくりに見えたことから名前がついたというマトウダイ。この2種類が入り口近くで来場者を迎えてくれています。お次はアクアワールドの中で特に人気の高いイルカさん、アシカさんによるオーシャンダイブ。イルカさんがプール狭しとダイナミックなジャンプを繰り広げたり、アシカさんが様々な道具を使ってコミカルな芸を披露してくれるショーです。そして今年の元日に初披露となったのがこのお正月版オーシャンダイブ。アシカさんによる書き初めやトレーナーと息の合ったイルカさんたちの豪快なジャンプ、またイルカさんとアシカさんによるランデブーなどなど見応え抜群です。小さな子供から大きな大人まで来場者はみんな大興奮。水しぶきが観客席まで来ています。すごい迫力。私もイルカさんたちの華麗なジャンプや多彩な芸にもう感動。今回のショーの見どころをどこか教えてください。はい、今回のショーの見どころなんですが、お正月ということで、はい、アシカたちによる書き初め
き初めが、見どころとなっています、はい、じゃあ見てくれてる皆様に一言お願いします。はい、お正月でしか味わえないちょっぴり和風な、イルカショーをお送りしていますので、はい、ぜひ皆さん足を運んで見に来てください。はい、はい、すごいっすね、すごいっすよ、すごいいっぱい人いました、うん、駐車場も大変だったんですけど、はい、もうすごいいっぱい人いました、うんうん、並んでいたので、はい、あの水族館の方もですね、うんうん、あのすっごくたくさんにぎわっていて、はい、あのランデブーあったじゃないですか、あ、それ、うん、あのイルカさんイルカさんが乗ってるランデブー、そのイルカの名前が花だったんですよ。おお、一緒一緒、ちょっと親近感湧きましたはい、アシカ乗っけて、乗っけて、アシカが花だっけ、アシカがナッツっていう男の子なんですよ、で、あのイルカの大きい方が、うん、花って女の子でした、はい、そうなんです、よかったね、嬉しそう、そうよかったね、はい、なんかちょっと親近感湧きました、うん、水族館もやっぱりすごい人、すっごいいっぱいで、もう、うん、満員だったので、もう立ち見席もいっぱいいっぱいで、うん、へー、はい、すごい、でもあのあれどうやらランデブーは、うん、あれ、はい、あれですよね、大洗限定、そうなんです、限定、お、限定なんですよ、で、うん、本当ですか、そうそう、あの、そのイルカの上にアシカが乗るっていうのは、うん、大洗水族館でしか見れない、うん、そうなんです、貴重ですね、うちも結構水族館好きでね、よく、うん、まあ、多い子とか連れてたりもするんですけど、はいはいはい、それが茨城が、その大洗が、うん、日本でね、唯一の全車だったんです、じゃあぜひ行ってください、そういうもんだな、はい、他にもなんかこうはい、それもすごかったですね、尻尾だけで水中に入ってるままで、そうだよね、すごかった、ジャンプもすごいですけど、ちゃんとなんか書き初めもやってたし ねあれすごいですね、多分ね、うちのスタッフたちね、うん、馬って漢字で書けって言うと誰一人書けないんだよ、牛になっちゃったりして、牛になっちゃったりして、馬ね、まあ、うちのスタッフに欲しいよね、毎日ね、まあ、ということで、はい、まあ明日、夕方は、はい、夕方は私が笠間に行ってまいりました、はい、レポートをお届けしたいと思います。笠間好きだね、笠間好きです、ね、結構笠間多いよね、そうですね、1周年記念の時も、でも恋人の聖地だから、はい、恋人の聖地だから、それもあるかもしれない、はい、初詣の、初詣、はい、はい、じゃあ夕方は、はい、楽しみですね、楽しみです、じゃあ早速、ね、公開収録の、はい、後半戦、はい、はいはい、見ていただきましょう、はい、どうぞ。さあ、そして気になる尾崎さんとのトークテーマはこちらです、はい、ご当地キャラ、ご当地キャラ、聞くところによりますと、はい、尾崎さん、この間ね、あの発表、大笑いで発表された、はい、例のあの謎の生き物が好きだと謎の生き物、はい、あれね、好きなんですよ、はい、アライッペって言うんですけど知ってます、うん、皆さんアライッペ知ってる方、知ってる人、お、結構知ってるんですね、そう、シラスがいっぱいそうついてる、なんかキモ可愛いって言われてますよね、あの私動くの見るまでは普通に可愛いと思ってたんですね、うんうん、はい、あ、すごい可愛いと思ったんですけど、うん、ゼロ距離であのすごい動くするんですよ激しいですよね、ここで、あの球体がなんかもうすごいことになるんですけど結構でかいんだよね、そう、あの、そうですね、一瞬みんな結構ビビったんだよね一回引いてからわーってあの初対面結構ビビるんですけど確かに、だんだんね、好きになってくる、それがいいみたいな感じになってくる、癖になるんですよ、癖になるあれ、だって動くところも何箇所もあるんですよね、動くところ、シラスがいっぱいこう、そう、シラスが癖になるんだ、そうちなみに、あのアライッペ、どういう性、誕生の仕方したかご存知ですか、え、誕生の仕方、誕生のストーリーが、なんで誕生のストーリーがあるんですよ、じゃあ中上さんの方から発表してあげてください、はい、打ち上げられたんですよね、そうなんですよ、打ち上げられたの、何それ、そうなんですよ、打ち上げられたんですよ、打ち上げられたんですよ、あれ、あの花火みたいに打ち上げるんじゃないよ、波打ち際に打ち上げられた、海にね、そうじゃないです、それも知ってる、それも知ってる、はいはいはい、はい、あ、皆さん知ってました、ストーリー知ってましたか、あ、知ってましたか、そうザザーン、ザザーン、ザザーン、ピクピクってなってたのを、うん、あのね、漁師の方が、うん、保護してでそこからどういう経緯を経てたかのか分かんないんですけど、なぜかご当地キャラになった、そっかそっか、なるほど、ストーリーまであるという、そうで、実はこの話をしたかったの、またね、これ茨城の魅力をちょっと知っていただこうと思ったからなんですけど、茨城って他にどんなご当地キャラがいるかと知
ってます？あの納豆の女の子いますよね。いますね。あれミトシのキャラクター。ミトちゃんっていう、ね。ミトちゃん。はい。ミトちゃんここですね。ここにはいないですけど。はい。なんかそこのこれまた。これハッスル子なんですよ。ハッスル子。はい。知ってました？茨城の。見たことあります。見たことはあったんですけど、動いてるところはハッスル肛門さんはちょっと。お見かけしたことないですね。ハッスル肛門ですか、うん、かなりハッスルしてますよね。多分、はい、洗いって以上にハッスルしてますよ。最近のご当地キャラも皆さん機敏な方が多い皆さんですかね。比較的ね、最近のご当地キャラの皆さん比較的機敏な方が機敏ですね、はい、いらっしゃるんですけど、あのナッシーとか、はい、私千葉県出身なんで。そうですよね。そうなんですよ、はい、でもあれ非公認ですからね。そうですね。こっちはもう元祖公認キャラ。なるほど。そう、あのミトちゃんとかあのハッスル君もそうですけど、他にもいっぱいいるんですよ。そうなんですか。他にどんなのがいましたっけ。そうですね、他にあの大子町っていうところは、はい、頭にこう山があって滝丸って言って、あの日本三名瀑の滝ですとか、そういうのがあったり、そのご当地の魅力が詰まったゆるキャラになってるんですよ。ご当地のゆるキャラの中に、はい、あのいろんなその名産品だったりだとか、まあ、アライペンもそうじゃないですか。あ、そうですね。ハマグリ、ハマグリ、シラシだったりだとか、そういうのがギュって詰め込まれてるご当地キャラが茨城めっちゃいるんですよ。いっぱいいるんですよ。どれぐらい、何体、ほぼ各市町村にいるぐらいの。なんで十何体います。あ、そんなにたくさんいますね。そうなんですよ。なんで、うん、ぜひこれを機にですね、うん、尾崎さんも、はい、水戸の茨城のご当地キャラは可愛いという、あ、かわいいと元々思ってます。ミトちゃん、ミトちゃんだったりとかもね、はい、もっとこう打ち出していきたいので、はい、それにご協力いただくとともに、はい、っていう同盟を結びたいと思います。ここも同盟を結びたいな。メロン同盟とご当地キャラ同盟ということで、はい、結べたらなと思いまして、はい、本日お呼びした次第でございます。出演長くよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、実は、はい、岩キラ TV で、うん、ちょっと前から、うん、勝手に、はい、中上さんと尾崎さんと生電話できるよって勝手に告知させていただいておりまして、すいません、勝手な告知を多分最初の方に見ておりますね。ツイッターでなんとなく追っかけては、はい、すいません、はい、勝手に告知させていただきました。はい、はい、なので、うん、そのたくさんご応募いただいたんですよ、うん、はい、でその中で一人当選者を決めさせていただいたので、はい、その方と、はい、今生電話を生電話つなぎたいなと、いなんか楽しい、なんかテレビだね。そうだ ねなかなか来ないもんね。はい、じゃあ、そのじゃあ 生電話をつないでみる前に、じゃあまずは会場の皆さんで何か聞きたいことがあるよっていう人いますか、ね、ぜひこの機会に皆さんせっかく、ね、お越しいただいたんですが、じゃあ大沢さんゆかりをあげてくれたら、はい、マイクを持って、はい、マイクを持って、お名前を、リノと言います。ペンネームリノさんです。リノさん、はい、はい、お二人は、犬派ですか猫派ですか。あ、なるほど、なるほどね。じゃあまず中上さんから。いや、私は猫グッズが大好きで、今も指輪がなんか婚約発表みたいですけど全然違う指につけてるんですけど、全然違う指についてます。猫ですね。猫派、それはまた なぜなんでなんだろう。いや、犬もフォルム的にはすごく可愛いと思うし、はいはい、写真を見てる分には可愛いんですけど、多分私ちっちゃい時に犬に襲われてるんですよ、それで潜在的にちょっと怖いっていう印象があって、なるほど、近くに寄られると犬はちょっと引いちゃうんですよね。でも犬の方がなんかこうお手とかいろいろできるじゃないですか。なんかその気まぐれな感じが逆に猫はいいんですよ。あの自由な感じ が、 そうだ、ね、感じが、猫好きな人ってそういうよね。なんか、うん、あ、そうなの、今日はいいのっていう感じがいいんですよ。なるほど。尾崎さんいかがですか。私犬派なんですよ。犬派。でも最近その猫の良さも分かってきたんですけど、はい、やっぱ犬が好きで、あの実家で犬飼ってたっていうのもあるんですけど、犬のこの人間でいうとこのあたり、はいはいはい、ほっぺたのちょっとこの耳とほっぺたの境目ぐらいの匂いを嗅ぐのがすごい好きで、はい、なんかあの犬好きな人は多分分かる。それは言っていい情報ですか。大丈夫大丈夫。犬好きな人は分かると思うんですけど、あのここなんかもう何とも言えない香りがするんです、犬のここって。
そうなんですか。ここ本当に、はい、なんかもうずっと書いてられます。癖になっちゃう。臭いとかじゃなくて。いや、なんかもう、なんかもう形容しがたい、絵も言われぬかぐわしい香りが。かぐわしい香りが。そう。例えることのできない香りがそこにあると。犬飼ってらっしゃる方、はい、いらっしゃいます。犬飼ってる方、嗅いだことあります？嗅いだことあります？あ、ない。あれない。嗅いだことある。ある方。ある方。あ、いない。いない。やっぱちょっと変だよ。え、違う。嗅いでみてください。ぜひ、皆さん、機会があれば嗅いでみてください。はい、ということで、はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。さあ、そして、いわゆる生電話がつながったようなので、はい、ですね、東海村の佐々木さんという方に、佐々木さん、はい、つながったようなので、ぜひ、お話をお伺いしてみましょう。佐々木さん、聞こえますか。聞こえます。あ、聞こえる。生電話でございます。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。お願いします。佐々木さん、お二人と生電話でお話ししたいとご応募いただいたわけですけれども、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ何か聞きたいこととかあったりとかするんですかね。緊張で頭が真っ白になっちゃったんですけど。緊張してらっしゃる。リラックスしてください。じゃあちなみに花さん派ですか。それやめましょうよ。それなんかちょっとちょっと後でいろいろあるからやめましょう。そうですよね。あ、後ほど楽屋でね。楽屋で俺もちょっと楽屋怖くなるからやめてやめてましょう。だんだん僕を見る目がね怖くなってきたところがあります。はい、ごめんなさいね佐々木さん。じゃあ何か、はい、お二人にこの際なんでね聞いてみたいことないですか。あんこう祭りの時、お二人はいらっしゃってくださったじゃないですか。はい、その時10万人っていう規模の前でステージ立つっていうのはどういう感じだったんでしょうっていうのが。あ、まあちょっとご存じない方にお説明しますと、はい、茨城は大洗にて、はい、はい、行われて毎年行われているお祭りで、あんこ祭りっていうのが、はい、ね、先日行われたんですよね、はい、私も行きました、はい、取材に、レポートに、僕もガールズ&パンサーの声優の皆さん取材しました。はい、行きました。お祭り、そう、今年は10万人ですね。超えてるんですよね。10万人超えたんですよ。例年2、3万人が普通らしいんですけど、去年が6万人、はい、で今年が10万人超え。すごい。ちなみになんですけど、大洗町の人口1万8000人ですからね。大きく超えてますよね。大きく超えた。そうですね。集まりましたね。そうですよ。はい、あのステージに立った時の気持ちということでよろしいですか。そうですね、爽快です。爽快だよね。そうだね、青空の下でステージってなかなかないので、はい、屋外の開放感もありますし、あと本当に後ろが見えないんですよ。だから人がこんな米粒ぐらい、もうだから、うん、地平線が人、地平線が人なので、その先がどこまであるのか分からない。今年は特にね、後ろ、ステージの後ろまで人がすごかったね。びっくりしました。で、まあ、ステージもね結構盛りだくさんでしたからね。そうですね、はい、声優陣 のメインのアンコーチームの皆さん5人勢ぞろいして、主題歌歌ったりだとか、いろいろありましたから ね大盛り上がりでしたからね。なんかもうパワーをすごいいただいた感じの、ステージでした。佐々木さん、そんな佐々木さんは、はい、アンコー祭り行ってらっしゃったんですよね。もう朝から晩までいました。楽しまれたみたいで。じゃあちょっと逆に聞いてみましょうか、はい、お二人のステージ上のお二人、佐々木さんから見てどうでした。正直なところ米粒の大きさよりもちっちゃかったです。遠かったんですね。後ろもそうだったんですね。もっと遠くにいたんだ。そっかそこでって声とかは聞こえたんですか。声は聞こえました。そうなんですね。それならまだよかった ね、 そうだね、じゃあ佐々木さん、他に聞きたいこととかってあったりしないですか、この際ですよ。そうすると、一番最初にこのガールズ&パンサーの時の声優っていうか、多分オーディションとかでやろうって思った時に、漫画で原作もあるわけでもないし、いきなりこういう
想像もつかないようなところでスタートっていうのはどういう心境を、オーディションで受かった後どういう心境で始めたかってことですよね。はい、でもなんでしょうね、なんか楽しみなことがずっと続いたっていう感じ。そうですね、今もずっと続いてて楽しい、続いてて楽しいっていうか、原作がない分逆に自由に、いや最初に自由にやってくださいとも監督もおっしゃってくれて、好きにやらせてもらったので不安とかはあまりなかったですね。ただなんかまあ何にも分かんない状態ではありましたけど、そうです、皆さんと同じ状態で台本もらうまでは、そうですよね、先も分からないし、そうですね、戦車道って何だって話ですからね。まあ、そうですよね、まず慣れるところから始まりますよね。戦車になれるところ、戦車になれる。あとはなんか私アニメのレギュラー初めてだったので、私もです、ね、え、そうなんですか。そうなんですよ、右も左も分からない状態だったのは確か、まあ、そういう意味ではちょっと不安、そういう部分では確かにあれでしたけど、作品自体は本当ずっと楽しくっていうイメージばっかりですね。なるほど、はい、じゃあちょっとそろそろお時間ということで、はい、はい、佐々木さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと意外だったんですよ。何がですか？初めてだったんですね。そうなんです。びっくりでした。結構よく言ってたけどね。そうだね。最初の頃ね。最近言ってなかったからかな。もうだって1年ぐらい経っちゃったから。そうか。初めての話を今してもって言ったからね。そうだね。そうだよね。そっか。いやでも初めてで、その初めてのキャラクターだからこそ、すごい似てくるとか愛着があるとかそういうのってあったりするんですか、逆に。ああでも。そうです、まあ、どの作品もやっぱり思い入れはありますけど、まあ、ひとしお感は私はやっぱありますね。なるほど。そうですね、私もやっぱり初めてっていうこともあり、あと自分で好きにやっていいよって言われたところも、はい、こともあって、はい、まあ、あとはもう戦車の勉強を始めてしまい、戦車の勉強なので、はい、まあもう思い入れはすごいあるキャラクターですね。なるほど。あでも僕やばいと思った今さらっと秋山さんって言っちゃった。そう、そうなんですよ、おっしゃったそういうこと思うんですよ。本当そうなんです。私はだからなんかちょっと斬新な感覚でした。本当ですか。結構ほら役、さっき内上舞ちゃんが役を寄せてきたのか役に寄っていったのかってよく言いますけど、私は多分役になっちゃう、なりきっちゃう派だと思うので、なので多分よく言われるんだと思います。なるほど。多分ね、そうかな、ちょっと勝手に分析したけど、そうかも、そうかも。なるほど、なんかちょっとプロフェッショナルな、なんかそういう裏話もいろいろ聞けまして、あなんかちょっとより一層またガルパンが好きになれそうです。はい、あの来年度には映画も、はい、映画、そうなんです、はい、あれってもう完成はしたんですか？まだまだ、いやまだ私たち全貌すら知らないです。台本もまだ、まずその前に春に OVA があるので、そっかそっかそっか、はい、そうですよね、はい、そっからまだあの映画と、ね、来年じゃない、今年だ、はい、あ今年、あそうですね、自分が忘れてどうするの。明けましたおめでとう。明けましたおめでとう。今は1月今年もよろしくお願いします、はい、今日1月6日ですからね。そうですよ、はい、来年そこまで待てないです、来年まで待てない、そうで行きました。本当に、はい、まあ、今年もね、はい、初っ端からガルパン、うん、いろいろな楽しみが待ってるということ で、ね、はい、ぜひ楽しみにしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、貴重な話ありがとうございました。ガールズ&パンサーの声優のお二人、また秋山さんって言いそうになった。はい、尾崎さん、中上さんでした。ありがとうございます。はい、ということで、はいはい、はい、あ面白かったですね。あの中上さんとね、尾、うん、崎さんのあのコンビが、はい、よかったですよね。本当にすごい仲いいよね。仲いいですよね。仲良しでしたね。またちょっと違った性格のタイプがいいですね。そう、そう、あの、はい、お互いにお互いこう埋め合ってる感じがね。確かに埋め合ってる、埋め合ってる感じ。はい、あの優しいお姉さんとね、活発な妹、そのキャラが、ね、楽屋の裏でもすごい仲良かった。そうですね、またね、そうイワキラだったりだとか、ね、うん、コンテンツ、はい、いろいろやりたいって言ってくれてたので、うん、ね、そうですね、いただけたらなと思います、はいはいはい、まあ、そして夕方は、はいはい、いよ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 アマガールが、アマガールさん、芸人ならではのトーク、ね、本当ですよね、はい、なんか
裏側だったりとか、そうですね、プライベートの話もお話だったりとか、はい、聞けましたので、はいはい、あのぜひお楽しみにしていただけたらなと思いますので、はいはい、それではじゃあお昼はこの辺で、はい、はい、失礼しましょうか、はいはいはい、では夕方も皆さんお楽しみください。ではまあ、さあ本日はね、はい、スペシャルなゲスお二人のゲストを招きさせていただきましたけれども、ね、まあまあ、生電話とか勝手にさせていただいたんですけど、はい、まあ、どうでしたか、いばきらのこの緩い感じ。楽しかったです。いや、生電話なんて生涯できると思ってなかったんで、はい、嬉しかった。 あんまないですか。いや、初めて。あ、これが生電話かって、うん、だから本当にアニメのレギュラーとかも初めての2人なんで、はい、こういう機会も初めてなんで、たくさん初めてやってるんですよ。そうなんです。なんで本当ずっと楽しいこの、この2年間ぐらいずっと。なるほど、なるほど。いや、ぜひあのレギュラーの MC というのもね、 お願いしたい。お願いします。ほら、もう言っちゃった、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 言っちゃった。イバキラでぜひぜひぜひ、いいですね、はい、もうよろしくお願いします。いろいろ出てきたら嬉しいなと思いますのでね、うん、皆さんの要望にもお応えするべく、ね、まあ、今年もイバキラね、はい、どんどん突っ走っていきたいなと思いますので、はい、じゃ今年も末永くお二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんどうでした、なんかイバキラのこの緩い感じ。グーですか、グーですか、いただきます。どうですか、温かいはい、あの、いやでもこのまま続きますよ。大丈夫ですか、乗ってくださいね。はい、まあ、さあね、公開収録はこの後もね、まだまだ続きますけれども、まだまだ続きます。はい、まあ、あの夕方は違う、はい、とあるまた違うお二人にゲストで来ていただきますので、はい、はい、テレビの前の皆さんもぜひお楽しみにしてください。はい、せーの、イバキラー、イバキラー。